ロイホー伊藤純也選手の書類送検をテレビ各局が大々的に報じなかったわけが書類送検されたということも当然大事なニュースなので、報じることは間違いではない。だが、不起訴が見えているならばその人は罪に問われることはないので報じないところもあった。米印サッカーファンの反応。一旦犯人視された伊藤側の名誉回復は不起訴になりましたと報じるだけでは不十分ではないか。不起訴となった場合、伊藤をまるで犯罪者のように報道してきたマスコミなどを一般に結果を周知させるかを、しっかりと見届けたい。サッカー選手のピークとも言える大事な時期に問題を持ち出して、かき乱した罪は重い。結論が不起訴ならば無罪だし、貶めた奴らは徹底的な制裁を食らうべきだ。日本代表で憂鬱を背負う重要な選手が無実で巻き込まれた場合、週刊新潮の罪は重い。その被害者は伊藤選手だけではなく応援してるファンやら代表を応援してるサポーターにまで及んでいることを知ってほしい。マスコミ各社は訴えを起こした女性同様に伊藤純也選手から損害賠償されてもおかしくないし、名誉回復の報道をする義務あると思いますよ。そもそも告訴の時点で伊藤純也の名前を出したのだから、逆告訴された女性側の実名報道すべきだろうよ。ご視聴ありがとうございます。ぜひコメントよろしくお願いします。